ジャッカルいるぞ。大丈夫なんですよね。待ちましょうか。いいや、下がっていいぞ。連絡するわ。了解。声がかかるのを待ちます。無事でいてくださいよ。かっけえこのハンマー、マジで。普通に死んだ。そうか、ラスボスおばばなのか。大丈夫なんですよね。待ちましょうか。いいや、立て、肩下がっていろ。連絡するわ。あ、了解。来い。あ、あ、スナイパーもいる。いるなぁ。助けてくれ。よし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 。これで。ちょっとレジェンド厄介だね、あそこ。やっぱ透明のさ、エリートがいると難易度が2段階ぐらい上がるから。こいつも硬いわ。噛まないわ。まずい。ぶね。お邪魔しまーす。あ、なんかあるじゃないか、スキュアーか。外した。当たりどころが悪いな。ちょっとピンチっぽくなったけど。あ、いた、死んだ。いや、生きてる。死んだ。え、ラベージャー強いかもしれん。どっちだ、こっちか。あ、すごいこの狭い感じ。絶対これ RPA の技になるでしょ、これ。あー、危ね。多用されるわ、RPA で。送金がっぽりって何？歩合制か、こいつら、給料。やっぱなんか笑えるな。いて、失礼。取ります。隠れているふりした。逃げ場所は逃げ場所は。彼が私を集まる。しばらく近くに引き寄せて。ポッポ、ポッポ食いてー。私は王から学んだのだ。このリングは違う。秘密が隠されて私のものだ。この
静寂のオーディトリウム。ここは何なのか知っているのか。なんだ。失敗した神など必要ない。必要なこのリングで私に明け渡せ。酔っちゃう。記憶、データ、より正確で、より完全な。花子が死んだ場所は近い。ええ、でも断言はできなかったの。彼女は何か伝えたかったみたい。よしよしよし、全滅だ。スキュア持ってくか。あ、まずい。死ぬ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 。おい、HP ゼロだぞこれ。容疑残ったな。危ねえ。強っ。これあいつ今味方の上で死なかったか。このゲスが左か。弾ないな。どうしよう。行ってみるか。セリフ言ってる途中で敵が倒されるのは面白い。ごめんね、聞いてるとこっちが死んじゃうから。こっちが何も言えなくなっちゃう。あ、ちょ、待ってしか。お、びっくりしょ。直ちに。びっくりしょ。あなたを誤って消去しようとしました。私は彼女はここを復旧させるのだと思ったのです。間違いです。間違い。急いで。封印は破れます。解放させてはなりません。彼女を止めるのです。ストーカー持ってくか。静寂のオーディ。なんだか嫌な感じがし始めてる。今さら。確かに。私すら知らない秘密。この施設を守ってるアルソック的な奴らでも何があるか知らないみたいな。あなたのおかげで私は幸せだって言いたいじゃん。大いなる計画だった。危な。それもお前を生み出したものによってついえた。よく考えて選択することだ。もたらされたものを理解するんだ。フラットよりヤバいもの。なんてバカだったの。博士ならコピーを作るに決まってる。時間があまりない。コントロールを奪われたら。このリングが宇宙に向けられた巨大な兵器。失うものなど何もない。私のせい。私がミスをした。時間がないわ。これはどう。終わりじゃない。ジョンが何とか助けないと。そう。どちらの計画通りかしら。ねえ博士、今はどうでもいい。全て後回しよ。これが最優先事項よ。彼には助けがいるわ。私と彼女の。
復の時が来た。ええ、どうもアトリオックス、助かったわ。本当に一つ教えて。自分の死に方を知ったらあなたは生き方を変えるかしら。私は何も変えはしない。さすが、どうも。何をしている。物事を正すな。彼女がリングを破壊して消去を止めた。なぜ。この門かっこいいな。ここよ、ここでコルタナは自分自身を犠牲に。うわ、なんか来るぞ。またあれいっぱいある矢印みたいな人。静寂のオーディトリウム、フォアランナーのものね。それってダメ。どうして。裁判所、牢獄、罪人の処刑場、全てが一緒に。なぜ。彼らの罪を覆わ、我らは静かに勝ち続け、真理の間、話すことあたわず、自らを守ることあたわず、彼らを悟すことあたわず。何かな、信号を出してる。もう追跡してるわ。聞くがいい。オーディトリウムは落ち、エンドレスは見つかり、罪は消え去った。エンドレスって何だ。帰還の時が来た。うわ、戦うのか。あいつは何をやってるんだ。リングのどこか、別の場所との接続を開こうとしてるのよ。なんだ。彼女の相手をしてくれれば私が調べるわ。私を守れ。俺は負けない。死体が、やばい、見たい。やばい、死ぬ。危ねえ。私の前には無力だ。お前に戦いを教えたのはどこだ。また一人命が大義に捧げられた。会議だの何だろう、あった。つかんな。トランスミッターから搬送波が発信されてる。その程度の障害など、よくやった。早速取り除いてくれるわ。満身創痍。え、食らってる。エンドレスはしなくたが。やべ。どうやらお前を憎みつけていたようだ。なんかねえか、セーブ機。トランスミッターを切り替えたのね。次のウェーブか。電源を再ルーティングしてるわね。まずいわね。この接続は生きてる。何かを探してるわ。狙いが良くなってる。倒したわ。
私がやらねばならないらしい。くれたな。お、めっちゃ削ったぞ。自分の死を悟ったら笑い出したわ。ソードスエー切り替わった。何か見つけたんだわ。何？わからないわ。でもいいものじゃないわね。待って、他にも何かある。何かが助けてくれてる。え、ホルタナか。ホルタナが残ってるのか。それを証明してやる。上にいる。俺に武器を受けるというのか。人間。その手の手を手にしてやる。僕が人間王子の命。ハンマー持ちきた。俺の手でぶっ殺してやる。このもので俺を止められるか。あ、なるなる。あぶねー、死んだか。よし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 、よし、これで最後ね。ずっと戦ってきたのだ。ここで終われるものか。は、え、何をしよう。弾が、これ何これ何これ何、なんか武器が変なとこにある。これね。ドレスが効かん。した。必要なものはその手にある。遅くなったことを詫びてほしい。誰と話を。わからない。信号がすごく昔のもの。私の時は終わる。お前の時も彼らによってな。なんだ。回収を。もちろんです。今行きます。エンドレスが帰還する。こいつが言ってるエンドレスってなんだ。解読しきれなかった。構わん、とにかく調べろ。そうね、今他の AI と組ませるわ。ハルゼンが認めれば別のコルタナとだって。私意外と当然のことよね。でも構わない、ただの残響よ。そうよ、これは残響。ごめんなさい、口を挟みたくなったの。彼女がそう言いそうだなと思って。どうわかるかしら、すごい潜在力よ。ごめんなさい、時間が足りなくて。本当に刹那の一瞬。うまくいったかしら。ねえ、なんだかさよならを言ってばかりね。だけどこれは終わりではないの。償いのチャンスなのよ。失敗を正し、また始める。間違ってた。自分だけでやれると思ったの。けど、そもそもあなたを選んだ最大の理由が、私たちはチームとして一緒にやっていくためだったってことを忘れていたわ。完璧な相性、完璧な組み合わせ、完璧な完璧さ。最後になって自分の使命が分かったわ。あなたたちに私の失敗から学んでほしいの。より強くなってもらうために。私の目は確かだったわ。ねえチーフ、
あなた次第よ。大丈夫？なんて言えばいいのか。忘れて。脱出しないと。急いで。ヘイロー名簿作る。どうする？考え中。分かっている、分かってる。急がなきゃ。何か方法が。お前か。同意が必要かもな。でもどこに行くか見当もつかない。他に提案は？いや、でもこれって最悪。うん、これっきりにしてくれ。最悪って言ったでしょ。あ、書き忘れあった。見失ったと思ってました。今まで一体どこにいたんです？仕事が間に合ってないぞ。そこで待っていてください。ここはチーフ、どちらかっていうといつかが問題ね。原理はわからない。焦った。でも何日か経過してる。正確には3日よ。このリングは他のと違うな。バニシトとハービンガーは何かを探してたけど見つけられなかった。どうしてフォアランナーは何かを隠して鍵を捨てたの？なんだか不気味。いや、怖いのか？まさか。俺の意見は無視ですか？無視ですね。どうぞチーフ。ペリカンあったんだね。てか、チーフ。チーフ、すみません。また会えて本当に嬉しくて。本当に。で、どうするんです？蹴りをつける。そうかなくちゃ。リングはまだ敵が抑えている。待って、今さら聞くのもあれだけどね。え、一体何ですか？名前を教えて。お、エコー216なんて味気ない。ああ、確かに。エスパーサだよ、フェルナンド・エスパーサ。エスパーサね。めっちゃかっこいい名前じゃん。フェルナンド・エスパーサ。世話になった。あんたのことは？私？なんて呼べば？お、何がいい？そうね。本当にいいの？本当に？名前くらい自分で選べ。そう、それなら気に入ってた名前があるの。じゃあ行きますか。備えて。さすがにみんな眠いだろうから見るか。あ、誰の視線だこれ。あれ、ブルートだ。何これ。
あれ仲間かな。さっき死ぬ時になんかさ、なんか私の死は仲間を鼓舞するだろうとか言ってたやつは何かな。準備はいいか。お冗談でしょ。とっくに準備できる。待って、言うことが違ってない？エンディングの音でかすぎて耳ぶっ壊れたわ。準備はできているか。サイリックスレディ、同じくオーディトリウムも。グランドエディクト、これは前例がありません。エンドレスは封じなくてはならない。クライテリオンに続行を伝えます。助けに来たと思っているはず。気にするな。秩序を守るためにするべきことをすればいいのだ。真実を保つために。やがて彼らの存在は忘れ去られる。我らですら時間は支配できない。彼らにも支配させてはならん。ヘイローにも滅ぼせないならヘイローに閉じ込めるしかない。これが終わればエンジニアは忙しくなるな。彼らの秘密を学ぶのだ。私だけでは困難です。お前一人ではない。クライテリオンには指示を与えてある。オフェンシブバイアスが展開された。というわけでね、ヘイローインフィニットのキャンペーンモードでした。ちょっとまた遊びながら、なんか面白いとこあったら動画にしていこうと思います。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。また。